ハボロ町は北海道北部の西海岸にある半能半省の町で、ルモイ振興局管内中部の中心都市である。かつては道内有数の炭鉱の町でもあった。夕日の綺麗な町としても知られている。初管別手売焼きり焼尻国定公園の一部である手売島、焼き尻島もハボロ町に属しており、多くの観光客が訪れている。夏は海水浴客が多い。 甘エビの水揚げでも知られる。アイヌ語が添加したものであるが、以下の諸説がある。ハプ、海岸の砂が柔らかであったことから、ハポロペ、現在のハボロ川が、出水時に砂浜を解決する様から、ハオペ、1は、上原熊次郎や山田秀蔵らが採用しているもので、ある。2は、長田法政によるもので、町でも同様の説を紹介している。 3は1973年に国鉄北海道総局が発行した北海道駅名の起源において2説を疑問であるとした上で紹介されているものである。羽幌城中心部周辺の空中写真1977年撮影の7枚を合成作成国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに 作成。ルモイ館内中部に位置する。手売リ島、焼キシリ島の島所部も含む。町の本格的な開拓は、近隣の戸間前町、所産別村より遅い明治中期以降であるが、大正期に有料な石炭を産出するハボロ炭鉱が発見されて、以来、石炭中心のモノカルチャー都市として発展。昭和40年の国勢調査では、 人口三万二百六十六人、世帯数六千八百四十個を数えた。しかし、炭鉱閉山の九百七十一年以降は、過疎化が著しい。昭和四十年頃には、国鉄羽幌線、羽幌炭単鉄道築別線、上羽幌線が通る羽幌駅の賑わいは最高潮に達した。昭和四十五年まで、羽幌ロ対鉄道では、野球、女子バレー、 ジャンプ、卓球の実業団チームを有し、スポーツの街としてのの発展に、大いに寄与した。炭鉱閉山後の1971年、人口がついに3万人を割り込み、慌てて、市政を執行しようとしたが、町が国勢調査時に人口を大幅に水増しするという、不正を行っていたことが発覚。上場ら幹部を含む83人が、 統計法違反などの容疑で書類送検される事件となった。その後も人口減が続いており、市政志向には至っていない。主要産業は、漁業、農業、観光2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で人口零人の消滅集落となっている。国鉄羽幌駅跡とバスターミナル羽幌港現在、町内を走る鉄道路線は存在しない。 鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 北海道ルモイ本線ルモイ駅。廃止された鉄道路線コミュニティバスはボロ・バラエン天然記念物同士定有形文化財町の文化財1970年に行われた国勢調査において町の人口は2万8000人余りであったが翌1971年になって町議の告発がきっかけとなり、 約5,900人もの人口の水増しが行われていたことが発覚した。町では、前回の1965年の国勢調査で、当時の市政志向要件を上回る3万人余りの人口を記録し、新庁舎の建設に着手するなど、市政志向に向けた動きが活発になっていたが、町の経済を支えていたハボロ炭鉱の経営が悪化したことで人口の流出が進み、 調査時には3万人を大幅に割り込んでいた。警察の捜査の結果、町長ら幹部を含む83人が、統計法違反や公文書偽造の容疑で送検された。北海道文化資源データベースでは、故郷を忍んで獅子頭を製作した、との記述がされている。ありがとうございます。